かおー。浜田山、虎の子不動産です。こんばんは。8月に大規模爆発が起きたレバノンのベイルートの現場からまた火災が起きました。えー、燃えているのはタイヤやみな油でヘリコプターが上空から放水するなどして沈下に当たっています。火災の権威は不明です。 レバノン赤十字は二次爆発の恐れはないとしていますえ。ベイルートの港では8月4日大規模な爆発が起き約190人が死亡、約6000人が負傷し街の広範囲が被害を受けています。原因は断定されてませんが長年にわたって危険物のアンモニウム、 2750トンを放置したことによる事故との見方が強いですと。市民の間では危険物を放置していた政府や政治エリートへの不満が高まり政権が総辞職に追い込まれております。18の公認宗教団体が混在するレバノンでは共存のため政治ポストや議席などを開けまる仕組みを導入しています。 これが円弧すぎや不正の恩惚となり、肥大化した公共セクターが主にとなっているとの話です。でベイルート爆発現場火災からお届けしました。それではお先に失礼します。